ありがとうございます。のちこ姉ちゃん聞いてほしいことあるとか DM で。あ、インスタ、インスタインスタやってるよ私。卒業おめでとうございます。ありがとうございます。嫁の彼さん髪の毛そんななんか長いわ。エクや、結構前でエクつけた。社長ありがとう。えって言って、これ何やったっけ、なんて言ってたっけ、なんて言ってたっけってなんかな、多分な、負けてる癖がずっぱげちゃん、ありがとう。キュンからの逆境は生き字、ありがとう。リムル誰に共有してんねん。なんかな、いつもなこっちにな分けてたから、ね、キュンからの逆、小畑ありがとう。ちょ、こっからこっちに多分分けてたからさ、まだ肩ついてんねんな。ほんでこうアホ毛すごない。うわ、ミミちゃんやっほー、よかわいいって。前髪ミスったんやって、ミスったって。馴染んだらもうちょいマシ、馴染んだらもうちょいマシ、馴染むんだよちょっと。ここ見て、前髪カワチです。前髪切りすぎたんですよ。どこが、いやもっとこの辺まで前髪あって、こうくるんくるんってしようと思ってたんやけど、普通に切りすぎた。バグ、なんかバグ多いなほんまに最近。かわいい、ありがとうございます。お久しぶりです。ほんでみんなもバグってる。似合ってるよ、ありがとう。ありがとうやって、ありがとう。リムル本来な、俺も卒業だったのよ。のちゃんおめ、卒業おめでとうな。え、違うの、え、違うの、どうした、どうしたん。え、恋の守りありがとうございます。恋できますように、はい、ありがとうございます。応援してください、恋、素敵な恋ができるように。なんすか、おったな、そういうそのトップがおったな、おんねん俺浪人してるんよ。え、ガチ浪人って何ごめん、浪人って何。ひょっこりこんばんは、やっほー、はじめまして。うわー、はじめまして。これ何、野球ボール、ありがとうございます。野球のルール全然知らん、ありがとう大学受験失敗してた。え、ってことは年は私と同い年やけど、ペロンペロン、ありがとう。え、年は私と同い年やけど、今次4回生ってこと。じゃあ同い年じゃない。おやすみなさい、早いな。とりあえず打っといて、オッケーオッケー、とりあえず打っとくわ。右か左かも分からんけどそうだよ、あ、そういうこと。全然あるあるちゃう、でもそういうの。もうカバグだらけやんな。あ、めっちゃ今多いて、ありがとう。野球な、確かこう打って左に走っていったんよ。おお、ありがとう、ありがとう。あ、レオちゃんやっほー、こうこっちに打つやん。同い年、え、年は同い年やけどってことやんな。うんだ、もう同い年よ多分。最近外しなくても外されてるっていうバグあるって言われたら、はい、外してなくても外されてるっていう。最近外してなくても外されてるっていう。多分最近外してなくても外されてるっていう。ん？野球しようぜ。ありやな。でも野球しんどくない？右に行くんやで。え、なんかさ、こっちで打ったんよ。こっちでこう打ったらさ、こうあるやん。こう打ったらこっちじゃん、こっち。今日元気ないな。え、めっちゃ元気ありますよ。サッカーやろうぜ。ヘディング、ヘディング。ヘディングが頭にね。リフティングが頭。違う。ちょっと分かれへん。頭か。ヘッドやもんな。
私がフォロー外してないけどフォロー外されてるみたいなこと言われること多い。え、ほなあれなんじゃん、外しちゃってるんじゃない、自分のアカウントを外れてたら、フォロー外されてると思って見に行ったら外され、いや私ね、そのなんかその自分がフォローしてる人のとこ見てフォロー中ってなってて、だから私もその人のプロフィールまで行ったんですよ。ほんならなんか私がフォロー中ってなっとって、友達じゃなかったからほんまに外されたんやと思ってた。イエーイ。あ、そうやない、何飲んでんの、核配なかったん、核配なかったです。 TikTok バグ多いよほんまに。え、なんかコラボしたら声が聞こえへんバグみたいなあるよな、ないって。犬が暴れてる、プーちゃん寝て取り捨てんの、二日休みやちょ。でも明日ほんまに書類せなあかんからほんまにやばい、だから今日ちょっと早めに終わるですよね。私もあります、やっぱあるんや、あバグ、じゃあ取り捨てんな、いや取り捨てんなは言わんな、こんばんは、あこんばんは、あバラありがとうございます、レオさんありがとうございます、あパンダありがとうございます、あと小さいギフト以外反映しなくなりました。え、あの何だっけ、さっきね初見さんが誘惑のカメラ、誘惑のシャッター、誘惑、魅惑、誘惑、なんかそれ送ってくれた、さっき、今は反映されたっぽい、実はこんなんしてたけど反映されてないんかな、私今回外したの実の姉ぐらいの、どういうこと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 前花火反映されんかった、あガチガチか、かわいそうに、反応しにくいやんな反映されへんかったら、え来てたん来てたんってならん、へえ何どすっぴんかって、いやそらそうやろ、この時間は化粧してない、あリップは塗ってる、最近ちょっと乾燥すんねんな、困らすなって叫んだ、いやいやいややばない投げてもらって困らすのはやばない、さっきのちこさんのギフト反映しなかった、え嘘、私の方バッチリあれなんですけど、反映されてたんですけど反映されてなかったんか、すいません、男の人の理想の身長と体重教えてください、え男の人の理想の身長は180、そうそう、自分より高かったらいいかな、165ぐらい、165、高い人が好きです、体重は、え体重はちょっと分からへんねんけど、黒肌のマッチョが好きですありがとう、化粧なんかせんでーって、ソフトクリーム見えました、え絶対これケンヤやん、理想はケンヤ言うとけって、ええってお前チャラいしええわ、うんチャラい人嫌です、多分みんなそれは一緒じゃない、私の友達ってなってる人の中で外したの実の姉ぐらいってことだよ、言ってる人って外したのが実の姉ぐらいってことだよ、だから私は外してないよってことか、合ってる、チャラないて、ええー、てええー、ってアイスクリームせえへんって、俺一途よ、そうな、おめでとう、うー一途はいいと思う、ほんまに。ケンちゃんちゃん俺依存タイプやった。あ、そうやろな、ケンや。依存タイプなんかな、なんか依存するけど他も行くみたいな感じじゃん。ピュピュありがとう。ちょ、ほんまリムルしんどい。リムルほんまにだるいわ、リムル。え、なんかシェア、おい、スガちゃん。バイバイ言うておるんかい。誰にシェアしたんや。そういうことだよ。あ、ね。お姉ちゃんな、小顔が上がると、なんかヒュッヒュッ、え、小顔どんなビュンビュンみたいな、マサヤン、あ、マサヤンか、ありがとうシェア、また人間不信にならんのな、マサヤン泣いちゃう、そろそろ、お、チャイナヤッホー、ね、のちのち、はい
あのペンやな、1個コメントしたら1個ギフト送らんでいいんよ。全然いいんよギフト。スイングオンコンタクト鳴らして、コンタクト？どうしたんちゃいの？ブンブン？